はい、今日はバイスチャンネルちゃんと配信しようと思ってます。先週はちょっとサボってしまったんですけど、まあ、今週はちゃんとというわけじゃないですけど、まあなんせもう今週末12月の1日、日曜日かな、横浜ホットロッドカスタムショー、これね、もう毎年恒例、もう何十年とずっと出展させていただいて、させていただいてるんですけど、やっぱりこの時期になるとやっぱロッドショーは特別なので、なんかワクワクしますよね。多分このブログ見てくれてる人、ブログじゃないや、この YouTube を見てくれてる人もきっと、ホットロッドショーに行く人もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、なんかちょっとワクワクするじゃないですか、この年末に。なんかそれが毎年なんか遠足の前の気持ちになるというか、すごくいいなと思いまして、まあまあそんな感じでバイスは今年も、出店します。でもあの今これ撮ってる時はもう準備も全部終わって全部積み込んであるので、あと行くだけってところなんですけど、まあちょこっとね、今年のロッドショーに出店するバイスどんな風にやるのかっていうのを今日は紹介しようと思います。はい、まずはまあインスタとかうちのあのバイスのブログとかであの結構告知しているので、もう見ていただいた方たくさんいるとは思うんですけど、一応ここでおさらいすると、まず毎年恒例の、まあ、イベントだからこそイベントでしか買えないものっていうのを僕も何年も何十年もいろいろ考えて、バイスとしては、イベントだけの、アイテムっていうのを販売するように心がけているんですけれど、まあ、今年も当然ホトルトショーということで、バイスの限定アイテムを、数点発売します。でまずはこちら、コーチジャケットなんですけど、これ裏があのボア毛になってて かなり肉厚で、まあ、あったかいと思うんですけど、まあ、あとは細かいところの作りとかも、当然裏地がボアっていうのもありますし、あと表地のナイロンも結構肉厚だし、あと、ここにのリブ、袖口のリブもちゃんとしてたし、あと何だったかな、あ、細かいことだと、ポケットの中の、なんも毛になってて、あれ結構、なんだろう、リアルにこの時期、寒いなと思った時に手、ポケットに入れるじゃないですか。あの時に中が毛になってるとね、むちゃくちゃあったかいから、すごいいい作りしてるなと思うので、こちらの方が、カーキとブラックがあって、合わせて15着ぐらいしか作ってないんですけど、まぁ、あ、M、L、XL。まあ、結構、ちょっと大きめの作りなので、XL でも XL ぐらいのイメージかな。まぁ、あ、で、当日、一応これ発売しますので、1着いくらだったかな ?14000円ぐらいだったと思うんですけど、結構、安めに出そうとは心がけているので、まぁ、あ、一応そんな感じの、まず、コーチジャケットでしょ。次が、これ。そうそう、今僕が着てるこのパーカー一緒でやってたんですけど、まあパーカーとスウェット、同じデザインなんですよ、あのプリントしてるのが。まあこれ腕にフォーエバーチョッパー、こっち両腕に、で胸はフォーエバーチョッパーのロゴと、こっちはイーグルロゴ、まあ、背中はこんな感じでグラデーションロゴのイーグルになってます。でこちらなんで今年は黄色と白の色にしたかっていうと、まあそもそもこれ作って、それで作ってない色目だったんですけど、まあでホットロッドショーといえばムーンアイズさん、ムーンアイズさんといえばなんかあの目玉のマークあるじゃないですか。で使われている色がやっぱ黄色と白っていうイメージがあるじゃないですか。ただ最初黄色のパーカーとかスウェット作ろうと思ったんですけど、個人的にはかっこいいと思ったけど、果たしてうちっぽいのかなと思って、でそこで考えた結果、まあやっぱねベースは黒っていう風にして、プリントのカラーを黄色と白にしてみようかなってことで、今年はまあロッドショーだけに黄色と白のちょっと色目を使ったパーカーとスウェットを作りました。こちらも各スウェットパーカーも10着ずつぐらいしか作ってないんで、サイズが ML、XL、2XL まであるかな。でも、ね、各サイズに振り分けたら全然在庫ないので、まあ、こちらもよかったら、パーカーが1万2000円ぐらいだったかな、でスウェットが1万円だったかな、まあ、詳しくはまたインスタとかブログ見てもらえれば分かると思うんですけど、まあ、こちらも限定アイテムになります。でもう一つがこちら、はい、ロンティーになります。まあ、このロンティーは多分このタイプで作るのは初めてなんですけど、まあね、結構ゴージャスにプリントしてまして、まあ、左右の腕の22ロゴの色も違ったりとか、で、フロントは当然グラデーションかけてたりとか、まあ、一応ね、この水色と紫のグラデーションと赤と黄色のグラデーションというのは、やっぱりこのバイク乗りの世界で、なんだろうな、こういうものを作るって時には、まあ、基本中の基本というか、まあ、チョッパーの世界の基本中の基本というか、で、僕もよく使う色なんですけど、まあ、今回はこれをまた、限定アイテムとして制作しました。こちらの方も、両方、各色10着ずつぐらいだったかな。こっちも ML、XL、2XL まであると思うんですけど、値段の方が7000か8000なんですよね。ちょっと詳しく忘れちゃったんですけど、なんでこちらもまあ数少ないので、
あのよかったら、会場でお買い求めください。一応今回はこんな感じがバイス限定アイテム、まあ、メインの今回販売するメインのアイテムになります。で、どっかにも書いたんですけど、今回は、またちょっとあのナックさんに書いてもらった目玉のマーク、まあ、目玉から炎車輪みたいなイメージで出たりしてもらった目玉のマークがあるんですけど、それのステッカーをまあ2色作ったので、これ、当日バイスブースでお買い上げしてくれた方に、まあ、数がある分だけ皆さんに差し上げようと思ってまして、まあ、よかったらバイスブースでお買い物してください。とあとは当日1万以上お買い上げしてくださった方にこちら、モーテルキーって言ったっけな、これ。まあ、このキーホルダー、プラスチック製なんですけど、まあ、両面に、イーグルのロゴと、片目をフォーエバーチョッパーっていうロゴがプリントされたキーホルダー。黒ベースに黄色っていうのと、黄色ベースに黒っていう2種類があります。これも先着50名様だったかな、に、1万円 ?2 万円以上お買い上げの方に差し上げようと思ってますので、ね、どうせ、バイスで買い物するよっていう時に、ただ買うよりはなんかこういう特典があった方が、なんかイベントっぽいし、なんかせっかくロットショーに来たっていう思い出もできるんじゃないかなと思いまして、今回はこんな感じにしてみました。なので、よかったら、限定アイテムを含め、バイスのアイテム、ご購入していただいた方にはこんな感じの特典もつきますと。あとは、ちょこっとレギュラーアイテムを持ってこうと思ってるんですけど、まあなんせ、通常販売してるアイテムに関しましては、バイスのオンラインストアだったりとか、全国のあの、バイスの商品を販売してもらってるお店さんだったりとか、まあ、当然うちのお店だったりとか、来ていただければ購入できるので、そこまで実際珍しくはないじゃないですか。ただ、まあ、小物とかに関しては、まあ、実際手に取って見てもらった方がいいのかなと思いまして、まずはグローブ。まあ、グローブ全然在庫板が残ってなくて、もうちょっとあると思ったんですけど、全然なかったんで、各サイズ1個もないかもしれないですけど、まあ、ある分だけ持ってこようと思うので、実際ね、まあ、裏地がないグローブなので、どっちかって言えばこの時期からっていうよりは、まあこの時期までなので、まあ来年使ってもらえばいいんじゃないかと思うんですけど、まああのレザーグローブ、あの 60s のバイカームービーとかを見てて、どうしてもこれ作りたいなって、もうなすげえ昔に一回作ったやつをまた再復刻したやつなんですけど、まあこちらも実際手に取ってはめてもらった方がサイズ感わかると思うので、よかったらこちらも持ってきますので、お願いします。あとはあの陶器アイテム、陶器アイテムの方ももう在庫ほとんど残ってないんですけど、一応ある分だけはちょこっとずつだけ持ってこうと思って、まあ陶器の方も本当ね、サイズ感とか実際手に取ってもらった方がこうなんていうの、自分でこう手に取って飲むイメージとかは湧きやすいかなと思うので、一応まあデビルでしょ、あとは猫ちゃん、あとはドクロ、あとはオオカミ、でもほとんど色も残ってないので、まあ、ある分だけしか持っていけないんですけど、ちょこっとずつ持っていこうと思ってます。あとはそうだバイスでしか売ってない T シャツとかっていうのも稀にあるんですよ。例えば今回持っていこうと思ってる、今年のバイス23周年としてデザインしてもらった、サンダーアレイのマムさんにデザインしてもらったこちら、これバックプリントバージョンなんですけど、これはバイスの店頭とオンラインストアでしか買えないので、まあね、この機会にちょっとイベントブースも販売しようと思ってまして、でもう一色こちら、こっちの方は、ソードオブレベルタトゥーの堀銀さんにデザインしてもらった23周年デザインなんですけど、こちらの方もバックプリントバージョンになってまして、これもさっき言ったように、バイス店舗、バイスオンラインストアでしか買えないアイテムになってますので、まあ、これも合わせて10着あったかな、あ、まあ、ほとんど残ってなかったんですけど、まあまあ、こちら T シャツ唯一、今回持っていく中で T シャツこれしかないんで、まあ、よかったらお土産にいかがでしょうか。そして、そう。毎年この時期っていつもデニムベストって全く残ってないんですけど、今年ちょっと多めに作ったんで、ちょっとずつだけ在庫あったので、ね、店舗に。そちらの方もまあ久々にイベントに持ってこうと思いまして、まあ、襟なし、襟ありの2パターンがあるんですけど、ボタンのタイプのデニムベスト。こちらの方も各サイズ1着ずつは確かあったはずなんで、襟なし、襟あり、お好きな方を、実際手に取って来てもらって、サイズ感見てもらって、来てください。で、あとは、フィフスタイプの、ブルーデニムの方と、ブラックデニムの方。で、こちらはジッパータイプになってまして、またボタンタイプとちょっと、形は違うんですけど、まあ、好みによって、カスタムの仕方によって選んでもらえばいいんですけど、こちらの方もちょっとだけ在庫ありましたので、今年は、デニムベストの方も、持ってこうと思ってます。そう。あとね、このタイミングで、キャップとニットキャップが入荷したんですよ。なので、本当はちょっとロットショーに間に合わないかもねって言われてたんですけど、間に合ったんで、急遽持ってこうと思いまして。って言っても、まあ、キャップの方が、このフォーエバーチョッパーのタイプが3色と、あと22ロゴのタイプが3色。ニットキャップの方がフォーエバーチョッパーの方が3色で、
あともう一個イーグルの方の刺繍が3色で、こちらの方も各2個か3個ずつ、まあ、ちょっと、ま、後で振り分けてみないと分からないですけど、まあ、うちの在庫の方から各色3個ずつぐらい持っていけたらいいかなと思ってますので、まあ、こちらの方は本当に、まあね、実際見て、被ってもらってもいいと思うので、よかったら、こちらの方も先行販売しようと思ってますので、よろしくお願いします。実際店舗と、オンラインストアの方では12月5日だったかな、から販売しようと思ってますので、ちょっと、オンラインの方で購入しようと思ってくれてる方は、ちょっとお待ちください。で、そうそう、それで思い出したけど、12月5日ぐらいに、ちょっと待ってもらってるスタジャン、このスタジャン、の方と、あとはこっちのコーデュラー素材のパーカージャケットの方が販売になります。で、一応もう届いてはいたんですけど、さこの前検品して、仕分けして、で、ちょうど、今、先行予約でもらってた、まあ、ケンゴロウくんがこの前遊びに来たんで、まあ、どうせだったら、じゃあ一着先渡すから、まあ、彼の家からバイスのところまで、大体1時間ぐらいの距離があるんですけど、まあ、先日、まあ、昼間っちゃ昼間なんですけど、結構寒かったんで、一回ちょっと着てもらって、どうだったか感想聞かせてってことで、着てってもらって、この前連絡来たら、どうだったって言ったら、ね、想像以上にあったかいと。まあ当然個人差もあるし、こんなこと言ってても、まあいいんですよ、信じてくれなくても全然いいんですけど、なんかスタジャンとかってやっぱコーデュロイ生地も使ってたんで、ちょっと風通し気味なイメージなんですよね、僕が作ってる方にも言うのは変ですけど。けど、まあ一応ね、構造的には4層構造で作ってあるんで、その、インナーの方の作りが今まで僕が作ってきたアウターで実際試して調子良かった最内容を装備しているので、どうなのかなと思って感想を聞いたら、想像以上にいいと。まあ、個人差はあります。ただ、で、そうやって言われたんで、まあ、スタジャンもアウター、バイク用のアウターにもなるんじゃないかなと思ってますので、まあね、騙されたと思って購入してもらってもいいと思いますし、で、騙されたら騙されたってなるだけなんですけど、どうだろう。まあ、いいや。いいです。気になった人だけ買ってくれればって言っても、この前在庫を調べて、バイス部の取り分を調べたところ、もうほぼないに等しかったんで、ね、うちのお店に在庫がない場合は、全国のお店さん、バイスと商品取り扱ってるお店さんの方で販売してもらってというところがありますので、そちらでご購入してもらっても全然僕は問題ないので、よろしくお願いします。あと、まあ、こちら生地の方のパーカージャケットの方は、まあまあ、こちらはね、もう説明しなくても、実際、何十年も前から作って、ずっとこう進化をし続けてきて、実際まあ、なんて言うんだろう、このぐらいの、今日ぐらいの名古屋試合だったら何の問題もなくアウターとして着れると思うので、こっちはなんか心配しなくても全然いいので、もし気になっていただけたら、ぜひぜひご購入お願いします。12月5日、何曜日わかんないけど、発売しますので、よかったら12月まだ寒くはなってないと思うんですけど、まあね、今後、12月末から1月、2月、3月ときっと寒くなるはずなので、今のうちにご購入して、お試しください。よろしくお願いします。まあそんな感じでじゃあ、12月1日、日曜日、今週末は横浜、ホテルとカスタムショー会場でお会いしましょう。じゃあいつも見て、バイスの、バイスチャンネル見てくれてる人、バイスのブログ見てくれてる人、インスタグラム見てくれてる人、当日は会場でお会いしましょう。あ、そうそう、忘れてた。ブログだったかな、ブログにちょっと特典、秘密の特典みたいなことを書いておいたんで、普段バイスブログ見ない人はいいや、見てくれてる人はよかったら、あれ、よかったらチェックしてください。僕も忘れないように持っていこうと思ってます。そんな感じで、じゃあよろしくお願いします。では、バイバイっす。